専門家がいるな。専門家がいるんですか、うん、人手なしの人手なしの専門家って人手なしの専門家がいるそうなんです。うん、まずはですね、はい、切る歌があります。はい、どうしない？ないよ。ちょっと起きましたね。ちょっと起きたね。嫌がった。全然反応しない。ああいうつもめばいいんじゃないですか。ダメなの？そうですね。そういうの待ってるけど、ちょっとピキって怒りマークが見えました。あ、なるほど。ちなみに人で乗りっぱなしなんだけど。え、マジそれで起きんの？大丈夫か？大丈夫か？大丈夫か？気持ち悪い。今起こすから。なんか今起こすから。ああ、今起こすか。胸の星が。自己紹介忘れてました。あと誰？私の名前は逆光なんだよ。すいません。私の名前はイズンコ。イズンコ？イズンコ。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 おや。倒れてる人を。起こす、起こす、リスト。はい、お願いします。すぐに起こしちゃうと思います。今から起こしちゃうと思います。今お願いします。すみません。お願いします。イズンゴ。イズンゴ。イズンゴっていう名前だ。なんでイズなの？イズと関係あるの？イズンゴ。イズンゴね。あ、でも赤いんで黒いんじゃないですね。じゃあ起こして。あ、じゃあ起こして。ね、起こして。はい、行きます。ピンクのイズンゴ邪魔だよ。イズンゴじゃね。行きますよ。あ、ゼロ。イズンゴ。起きてないよ。何すんだこの人。どうなんでしょう。若干迷いが見えてくる。迷いが見えてる。どうやって起こすんだ。あんじゃん、起こしてんだけどね。イズンゴビクともしない。イズンゴカマロクマスラでも起きたかった。いないじゃないですか。彼女の目線が怖かった。人の毒に弱い。人の毒に弱い。目線が見て毒に弱い。これはいきますね。はい、これはまずい。私は毒に弱い。イズンゴ。どうしようもないの。ワクワクしてあーでもちょっと直ってきました。ちょっと気持ち悪い気持ち悪い。あいつ気持ち悪いんだけど。じゃああいつどうにかして。あいつ違うよ。なんか上司なんですよ。あ、上司なの。あれやめた方がいいよ上司。あ、純子の初めてのピンクです。僕も
ろう。体を鍛えないといけないので。おあいつ結局何もしないよ。全く何も。何もしないよあいつ。何も知らなかったよね。結局だって結局どうなったか。結局。ほら戻っちゃったもんほら。戻っちゃったよ。もう一回見ろこれ。もうもっとひどくなってんもん。そろそろもう僕が抜ける時間。やっぱあれじゃねえもん。パイオツイジンの方がいじめんじゃないの。彼女この人ではない何かはこのままでいいところだね。はい、そうです。あ、なるほどね。尊敬しておくのが一番。そうだね。サバの神に。サバラの神にザタリないじゃん。何言ってんの。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。うわーい。ということで釣れましたね。いっぱい。うんね。大きい。こんなんだけど。大きいアナゴじゃないや。なんだっけ。なんかチンアナゴみたいな。ギンポ。デレレデレレデレレデ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 レ。それが釣れました。ギンポも釣れたね。全部で多分8種類9種類は釣れてると思うんだけど。そうだね。ね、全然達成できましたね。うん。だから難しかった。本当あそこはファミリーに。ファミリーにはいいですね。いいかもしれない。最高のね。サバが多かったからね。そうだね。すごかったね。サバとあと。あと毒あるやつばっかじゃなかった。そうそうそう。アイゴ系、アイゴ系。だからあの、取るときにすごいややこしい。あとフグ。グーフね。フグが、やっぱ最初テンション上がったんですけど、だんだんめっちゃうぜえな、こいつ。あいつね、外道なんだよね。そうなんですよ。歯がすごいから。歯がすごいしね。ウアとかを噛まれちゃうんですよ。噛んで、あの。下手すると糸切っちゃうからね、あいつらね、染み込んで。ややこしいや。ややこしいのあいつは。そういうのを知れたから今日は本当に良い経験が。楽しい釣りができましたね。はい、よかったね。というわけでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、ニコちゃんのチャンネルも。そうです、奈良岡ニコチャンネルで YouTube やってます。概要欄にね、書いておきますので。リンクがきっと貼ってあるでしょう。こちらでーす。こちらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。癖が強い。みんな癖が強い。癖が強すぎる。内容が入ってこない。そう、カメラ毎回どこ振っていいか分かんなくなる。全員が全員好きなこと喋りすぎる。まとまらないで有名なドラゴンボーズ。今後ともご視聴よろしくお願いします。というわけで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。